あかねちゃん、今日の秘密の場所はちょっと薄暗いんだね。そうなんだ。どんな虫が多いの？ありがとう、あかねちゃん。ミーコ、一番大きいクワガタ見つけたいの。私も。どっちが大物を見つけるか勝負しようよ、ミーコちゃん。で、クワガタがよく来る木なんてあるの？へえ、幹はブツブツで葉っぱが硬い木なんだね。タブの木、ちゃんと覚えたの。それなら、あかねちゃんはどっちが持ってきたクワガタが大きいか判定してね。あかねちゃんがびっくりするくらい大きいの取るの。大きいのを見つけるのは私だもん。よーいと。あ、くるみちゃんずるいの。タブの木、タブの木。あ、確かこの木だよね。クワガタはいたけど高くて網も届かないな。高いところでのんびり木の蜜なんか舐めて邪魔しちゃうもんね。えいひゃ、木を叩いたらなんかいっぱい落ちてきた。あ、これ全部クワガタ。ラッキー、全部捕まえていっちゃおう。これだけいればどれかはミーコちゃんに勝てるよね。もちろん。見て見て、こんなに捕まえたよ。タブの木を揺らしたら落ちてきたんだよ。教えてくれてありがとう。次からは気をつけるね。はーい、くるみちゃん、あかねちゃん、おっきいクワガタさん見つけたの。どれどれ。うわ、本当におっきい。みーこちゃん、どこでこんなの見つけたの。向こうに花びらが細くて白い変わった花があったの。綺麗だから近づいたらクワガタさんがいたの。へえ、そんな木があるんだ。ねえねえ、あかねちゃん、クワガタ取り競争どっちが勝ちなの？むう、もう一回、もう一回勝負しよう、ミーコちゃん。うん、もう一回やるの。大丈夫、行ってきます。タブの木は見つけたけど、大きいクワガタいないな。さっきのミーコちゃんのより大きいの見つけなきゃ。あ、あれって花びらが細い花。ミーコちゃんが言ってた草木ってこれかな。見つけた、大きいクワガタ。ミーコちゃんのより大きい。えい、やったー、捕まえたー。おーい、あかねちゃん、ミーコちゃん、大きいクワガタ捕まえたー。大物だよ、見て。でしょでしょ。
あかねちゃん、くるみちゃん、みーこも大物捕まえたの。見て、見たことない色のクワガタさんなの。あれもクワガタ？なんかクワガタっぽく見えないんだけど。ちょっとミーコちゃんこっち来ないで。え、くるみちゃん、あかねちゃん、どうして逃げるの？ミーコちゃん来たらダメだってば。そのヤシガニ捨てて。ブシロードゲームズ。